美味しそうですね。ほっかほかのご飯に信州牛肉味噌が乗ってます。ご飯のお供です。いただきます。ちょっと甘めの味噌と信州牛合ってますね。美味しい。今僕の前に並んでます、これお取り寄せできるんですよね。皆さんお取り寄せ利用してるんじゃないでしょうか。新型コロナウイルスの影響でまだまだ自粛を余儀なくされている今ですね、がぜんお取り寄せグルメが注目を集めているんではないでしょうか。今回のいいね信州すごじからはこのお取り寄せグルメにスポットを当てたいと思いますよ。小松さんとこ届いてますか、匂いは。あ、匂いはちょっとあれですけど、大体もうバッチリ想像できてます。もっとたっぷり水入れてもらって。お湯が出てますよ。え、お湯じゃダメですよ。お湯じゃダメだよね。いいね信州すご力は長野県のすごい底力を発見発掘する番組です。うわ、うまそう。信州には新鮮な農産物やその加工品、さらにその土地でしか食べられないご当地グルメなど、おいしいものがたくさんあります。今回番組ではコロナ禍の今注目したいお取り寄せグルメをご紹介します。早速テレビ電話つながっておりますのでお話を伺いたいと思います。所長さんとそれから吉野さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。お取り寄せグルメを紹介してくれるのは、共に長野市出身銀座長野所長の小山さんとショップスタッフの吉野さんです。2014年にオープンした県のアンテナショップには、信州を代表する土産品などおよそ1000点の商品が並びます。2人は信州のお取り寄せグルメを知り尽くしたまさにスペシャリスト。セレクトしていただいたんですけれども、実はですねちょっと驚いちゃったのが、これ田舎っぷローメンっていうのがあるんじゃないですか。これ何ですか。これ伊那市にあるコマックスさんっていう会社が出している商品で、銀座長野がオープンしてから数ヶ月後に店頭に並んだ大変人気の商品の一つです。ローメンは蒸した中華麺をマトン、キャベツと一緒に煮込んだ伊那市を代表するご当地グルメ。市内90店で提供され、スープ風、焼きそば風などそれぞれの店で違った味が楽しめます。伊那のローメンって召し上がったことありますか。伊那のローメンは食べたことがないので、銀座長野のこの商品で初めて知りました。なるほどなるほどね。所長さんにはカメラ向きますか。いらっしゃいますか、所長さん。はい、あ、はいはい、所長さんどうです、田舎プラーメンは召し上がったことありますか。これ画期的だと思います。本場のローメンが本当に簡単に食べられるっていう商品ですので。じゃあちょっと早速私これ作らせていただきますね。では田舎プローメンを作りたいと思います。その前にですね、コマックスの小松さんにお話を伺いたいと思います。テレビ電話つながっています。小松さん。はい、よろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは。お世話になります。この度はまずこれか、これ取りますね。これありますね。はい。ああ、このお蕎麦とこれおつゆだ、スープだね、はい、そうですね。これマトン。そうです、それはレトルトマトンです。はい。小松さんにテレビ画面から見つめていただいてる中で僕料理しますから、はい、まずキャベツですか。これこのぐらいの大きさどれぐらい使います。それ半分くらい、半分くらいいっちゃってもらっていいと思いますね、はいはい、見える、こんなんで大丈夫。ちょっと大きいかな。大きい、大丈夫、大丈夫、大きくでもいい、大丈夫。
大丈夫ですよ。電子レンジですぐ小さくなるので、はい、もうそのぐらいで十分です。ここでいいですか。まずは事前に用意したキャベツを切ります。次に麺を容器に移します。その上にマトンと刻んだキャベツを乗せて、タレをまんべんなくかけて蓋をします。上手です。電子レンジへ入れてしばし待ちます。じゃあスタートしますよ。はい、お願いします。おキャベツ切るだけだけど結構ため息が出ました。伊那市で飲食店を経営する小松さん、地元で人気のローメンを外出先でも食べられないかと考えました。当初は麺をお湯で茹でようとしましたが、知人の一言で電子レンジで温める方法を試しました。これが転機となり、7年前イナカップローメンの商品化に成功しました。どうですか、お客様の反応は。今多いのが都会の息子さんや娘さんたち、お子さんたちがこっち帰省できないんで、親御さんがこうまとめて買いに来てくれたりとか、それであれですね、都会の方に送っていただいてっていう需要がかなり今多いですね。3、2、1。なりましたねかなり暑くなってるんでお気をつけくださって。しんなりしてますよ。そうですよね。オープンしますね。オープン。はい。わお。これをかき混ぜる？そうですね。結構しっかりこう混ぜていただいて。そうですか。ええー。あ、混ぜてるとね、マトンの香りがね、はい、鼻をくすぐりますね。そうですね。かなりこういい匂いがしてくれて。小松さんとこ届いてますか？匂いは。あ、匂いはちょっとあれですけど、大体もうバッチリ想像できてます。こちらが伊那市のご当地グルメをカップ麺にした伊那カップローメン。お店の味を忠実に再現しました。小松さん、はい、うまい。美味しいですか？麺がね、伊那で食べてる麺ですね、これね。それからね、キャベツがいいね、やっぱりね。そうですね。おいしいありがとうございます。さっきね、この本当に蓋が閉まるかどうかぐらいのたくさんキャベツ入れましたけど、ええ、もっと入れてもいいかもしれないね。こんなになるわけだ、ね、しんなりするわけだから、はい。中には冷蔵庫開けたらしめじがあったから入れてみたとか、玉ねぎも入れちゃったとかそういうお客さんもいたりして。これがね、お取り寄せグルメとして我々ちょっと今回特集してるんですけど、はい、お取り寄せグルメにしてもこれも最適じゃないでしょうか。今楽しみにしていた帰省ができない方が結構本当に多くいらっしゃると思うんですけども、長野県のこのね、ふるさとの味が楽しめると思いますけど、ぜひご利用していただけると本当ですね。コロナ禍の今、帰省できない人がふるさとの味を求めています。そんな中、銀座長野は長野県の PR だけでなく、多くの信州人の心を癒す役割も担っています。そんな銀座長野で人気の商品を小山さん、吉野さんに教えていただきました。吉野さん、人気の3点ですか、これ。そうなんです。銀座長野でも特に人気のある3品を本日ご紹介させていただきます。もうちょっとご飯もほかほかでありますので、最初この信州牛肉味噌。そう不思議ですね、吉野さんと一緒のもの持ってますね当店で売っておりますので、はい、ね、当たり前です。こちらは信州牛と山ごぼう、生姜のうまみが融合した一品、甘めの信州味噌と合わせました。いいですか、ちょっと食べて。はい、どうぞ召し上がってください。じゃあいただきますよ。
あ、なんかお味噌の香りがすごいですね。プーンとしてますね。いただきます。うん、おいしい。ちょっとね、濃厚ですね。生姜も効いてるし、おいしい。吉野さん、他の白いご飯にも合うんですけれども、焼きおにぎりにしていただいて、そちらに塗っていただいて焼いても大変おいしいと思います。すごい、アジア最大級の食の展示会、ご当地フードグランプリ最高金賞受賞って書いてある。そうなんです。大変名誉ある賞をいただいている商品なので、何遍もいけちゃいますね、ご飯。吉野さんも2杯3杯いけますか？吉野さんも。はい、私もいけますし、子どもたちも美味しく食べております、こちらの商品。はい、続いては30年続くロングセラー、小川村の契約農家が育てた青唐辛子を信州味噌で仕上げました。あ、さっきのお味噌とはね、色が全然違いますね。いただきます。大丈夫ですか？辛いじゃないですか、吉野さん。すごいピリッときますよね。お味噌の甘みというか旨味を舌先で感じて、その後に辛さがピリリリってくる商品だと思うんですけど、いかがでしたか？最初に言ってください、それ。すいません。でも癖になる、もう一回食べたいという感じあります。ちょっとの量でご飯が進む、ご飯のお供です。いいですね、信州は味噌の県ですからね。やっぱりその発酵長寿県でもありますので、長野県は長野県を代表する、やはりこう味噌、しかもそのいろいろな味が楽しめる、このバリエーションの豊富さ、やはりこういったものがお客様に人気がある理由だと思います。今度は野沢菜炒めに、北信濃で採れた野沢菜をラー油で炒めました。おいしい。ラー油がすごい効いてますね。野沢菜がまだシャキシャキ感が残ってて、これもいい、ご飯のお供だ。はい、あとチャーハンにしていただいたり、あとラーメンのトッピングに付け合わせとして使っていただいても非常に美味しいと思います。昔東北出身の方がね、東京に出てって上野駅で、懐かしい方言を聞くと、そうすると、ああやっぱりここはふるさとだなって、ふるさとに帰りたいなんて思う瞬間があったというふうに聞きますけれども、その銀座の中の信州っていう銀座長野、そんな役目も持ってますかね。そうですね、このコロナの感染拡大の影響によりまして、例えば昨年のお盆の時期でありますとか、あと年末年始長野の方に帰る、または遊びに行くという方が非常にこう制限を受けてしまいました。でそういった方々の心の拠り所、少しでも長野県を感じていたいという方が多く銀座長野の方に足を運んでいただきました。お味噌もいっぱい出てきましたけれども、信州といえばお蕎麦ですよね。なんかとてもユニークなものがあると伺ってます。ご自宅にいながら本格的な蕎麦打ちができる、そういうマシンをご紹介したいと思います。蕎麦打ち機、蕎麦楽という商品になります。蕎麦楽、専用の蕎麦打ちの機械がなくても、このマシン1台あればご自宅にいながら本格的な10割蕎麦を打つことができます。いや、ちょっと見てみたいし、実際作ってみたいですね。銀座長野では店頭販売だけでなく、オンラインショップも運営しています。その中には自宅でそば打ちができる機械も販売されています。そばが楽にできるというそば楽が届きました。なんだかさっぱりわかりません、抹茶色の機械ですけれども、これをお作りになったソニックの大池さんとテレビ電話つながっています。大池さん。はい、大池です。よろしくお願いいたします。小諸市のソニックでは、簡単に漬物ができる器具の開発などアイデア商品を販売しています。
蕎麦を楽にできるという蕎麦楽、大丈夫ですかこのマシーンで。お蕎麦作れますか。大丈夫です、任せてください。さて、じゃあ順番に教えてください。これかな、最初粉を計量から入ります、はい、これをじゃあ計量ってこと、こういうこと。そうです、計量です。何人前を作られます。4人前。いきなり4人前ですか。じゃあやめます。失敗のない方がいいです。何人前、もう全て従いますから。初めて臨むんであれば1人前作って、慣れたら3人前4人前いけますけど、普通はね失敗するといけないので2人前、はい、2人前ね、はい、そうすると200g、 200g じゃあ入れますよ、入れますよ、はい、はい、はい。そうしてましたら今度は混ぜる水を計量いたします、はい、コップを2つ用意してもらって、ちょっと大きめのお茶碗ぐらいでも構いません。下コップこれこれしかないんですけどいいです。はい、結構です。これに水を入れる、はいはい、水を計量したら粉と水を合わせます。通常そば打ちではそば粉に水を加えて生地を伸ばしていきますが、そば楽では画期的なアイテムを使って水を加えます。そうしましたら UFO キャッチャーみたいなのありますよね。これこれ、あ、そうですそうです、はいはいはい、それが水回し器って言うんですけども、水回し器、水回し、水回し、はあはあ、6本の爪と白い爪と、はい、その間に小さな穴が開いてます、開いてます、ね、開いてるかと思いますけども、うんうんうん、その小さな穴から水が細かな水滴となって落ちてきますので、はい、粉の上でただ回しておれば水回しができてしまうという器です。ちょっと待ってください、結構そばのポイントですよね、水を割りながらこうやって。 はい、それがこれでできちゃうってことですか。あ、そうですそうです。水回し器に水を入れると少しずつ滴り落ちてきます。これを使いそば粉に適量の水を加えます。結構これ負荷かかってきましたね。ねえ、中の状態が粒状になってきてますけど、うん、はい、もうちょっと力強く周辺に、まあ、大きな円で。こんな風に製造した方に直接話を伺いながら作るなんていうのはないですね。でしょうね。通常そば打ちでは生地を上から力強く押しますが、この工程をそば楽では生地を細長くし筒の中に入れてから行います。入ります、入ります、入れますよ、細めにね、いきますよ、回しますよ、はい、どうぞ3往復ぐらいしてもらうんです。3往復、あ、結構プレッシャーかかってますね、これ、はい、あ、来ました、で戻す、戻す、これが中でこねるっていう作業が行われてるわけですけど、ね、はあ、お池さん、はい、結構疲れますね。次はいよいよ切る作業ですが、そば楽では誰でも均一な太さにすることができます。あ、はい、沸騰したお湯に浸し、ハンドルを回すと、いきますよ、はい、あ、出てきた出てきた、湯面をあんまり下げないようにスレスレのところで、はい、はいはい、左右に左右に、はい、よし、いいですね、はい、これでもう40秒ぐらい、はい、底の蓋を小さな穴が開いたものに切り替えてハンドルを回すと同じ太さに仕上がります。そしてボウルにまた水をいっぱい、そうですね、そこで洗ってもらえば、はいはい、もっとたっぷり水入れてもらって手が冷たくなるぐらい
お湯が出てますよ。え、お湯じゃダメですよ。お湯じゃダメだよね。それであとよければ水ちょっと切ってもらってザルに。うわ、できた。はい。あ、まあね、はい。うわ、ちょっとすごい。大池さんできたこれ。あ、はいはい、よかったですね。すごい、こんなちょっと感動しました。あ、いいですね。いや、美味しそうです。ここまでどうですか。何点ぐらいですか。100点満点で。あの出来栄えは100点いけるんですけど、その手際はね、やっぱり。こちらがそば楽で作った十割そば。初挑戦とは思えないほど美味しそうに仕上がりました。しかし気になるのはその味。いただきます。うわ、おいしい。そばの香りがね、する、鼻抜ける、ちょうどいい硬さです。均一に、きれいなおそばですよ。均一だから、いただいた時にやっぱりね、それが分かりますね。でぶっつぶつじゃないからすんごい美味しい。そば楽でこんな美味しいおそばができちゃいました。大池さんは10年前還暦を迎えたタイミングでそば打ちに挑戦しました。その時道具を揃えることも、またその置き場所にも頭を悩ませました。そこで3年半かけて、子供から年配の方まで誰でも簡単にそばが作れるようにと、このそば楽を完成させました。これを使って初めて作ったおそばをご自身が召し上がった時はどうでした？試作数は十数点まで作りましたんでね、うん、これに近い形のおそばができて、食べた時のね、あのこう感激、美味しさも含めて、あれは今も忘れられないですね。その時の美味しさってのは、おそらく僕も今感じている美味しさだと思います。正直言うと、このマシンでお蕎麦できないでしょっていうのがちょっとあったんですけど、これだけの美味しいものができたっていうことはすごいと思ったな。これからも新しいことどんどんやってくださいね。こうスピードはね、やっぱり年とともに遅くなってくるので、いろいろな面が劣化してきますので、あの大変ですけど、まあ、あのできる範囲でやっていきたいなと思ってます。今回ご紹介した商品はもちろん全てお取り寄せできます。気になる方は検索してみてください。今回のいいね信州すご力は、県内から様々なお取り寄せグルメをご紹介いたしました。お蕎麦にしてもローメンにしてもですね、常識を覆す、いやそんなの無理だよなってのを飛び越えて新しいのができてくるという、そういう工夫、やっぱりこれ信州人そのものだと思いますよね。信州には自然を楽しむフィールドが揃っています。次回のいいね信州すご力は、北信濃の里山でひっそりと豊かな自然を再発見します。もう樹齢何百年、すごい、叩いても全然落ちない、雪がもう張り付いてますよこれ。気がつけば360度、この枝ですね、毛細血管みたいな。うわー、うまそう。お、ハムとチーズトロットロ。